ったら2人とも日陰になる。日が当たるとめっちゃ暑いからさ、日がずっと 日向やと暑いから。もやがかかっておりますけど、当たる当たる食べられてる餌をちょんちょんってきてる。もう食べられてす終わったかもしれん。あーでもなんかちょっと当たりが。危ない。波が来てるよ。ダメかな？ダメっぽいな。取ったどー。ちっちゃいどー。砂だらけやで。あ、まあでもまあまあ。やっぱ5階の方がいいね。そんなもんなんや。あ、なんか一回ビリビリ来たんよ。ブルッと来たのよ。取れたね。あ、取れちゃった。ご飯と小豆のご飯、卵焼きが美味しそうじゃん。民宿が作ってるって。本当だ、吉田さん、竹の浦河内って。いいね、こういうの。ご飯がうまそうじゃん。うん、おいしい。優しい味だわ。甘っ。卵焼きがめちゃくちゃ甘い。見えますか？あ、見えた見えた。拡大したら見えるわ。めっちゃ可愛いね。
え、嘘、ついてないの？シングルや、あたりの電子ついてる。何、望遠なの？ついてないんだ、普通。知らんわ。全然逃げないね。何かをしようとしてるんだよね。多分ね、うちらが邪魔なんじゃないかな。なんか待ってる感じするもん。こっち見ながら待ってる感じがするもん。逃げないから。こっちかかってるもんね、だって。あ、そうだね、逃げられるギリギリの距離なんでしょう。うちらが動いたら絶対プスッと飛んでいく。かわいい容疑は軍配昼顔。サイズのアジフライじゃないキスフライになったよ、うん、私のはちっちゃいけどね。美味しそうだよ。